マーズコロナウイルスは中東呼吸器症候群の病原体滑サーズコロナウイルスと似ているコロナウイルス通称マーズウイルスイギリスロンドンで2012年9月に初めて確認された一コブラクダが保有宿主であるとされラクダとの接触やラクダの未加熱肉や未殺菌乳の接種が感染リスクになる感染地域は中東地域をはじめ 2015年5月に韓国、中国に拡大し、2019年11月までに、確定患者は2494人、死者858人に上っている。直近でも、2019年12月1日から2020年1月31日までの2ヶ月間で、サウジアラビアでは19人が感染し8人が死亡、この他カタールでも発生するなど、収束の見通しは、 全く経っていない。2015年6月現在、中東地域及び韓国で感染拡大中の新型コロナウイルスである。肺炎を主症状としており、死亡率が40から50%前後と非常に高い。2002年から2003年にかけて、東方アジアで流行した SARS コロナウイルスとは異なる種類である。2019年9月現在、 感染者は2468例であり、死亡者は851例に上っている。感染国は、サウジアラビア、韓国、UAE、ヨルダン、カタール、オマーン、イラン、クウェート、イエメン、レバノン。旅行者による一時的な感染国は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ギリシャ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、マレーシア、フィリピン。 スペイン、トルコ、オーストリア、感染地域は広がりつつあるが、持続的な人人感染の証拠はなく、人人感染は一過性に過ぎないと見られている。多くの患者で通常の肺炎が見られない。また、下気道に感染しやすいところがあり、症状が少ないまま突然肺炎になりやすい。自然宿主が動物であり、本ウイルスは遺伝子解析からヒトコブラクダであることは、ほぼ間違いない。 消毒用エタノール、イソプロパノール、ジア塩素酸ナトリウムが推奨されている。石鹸による手洗い、マスクの装着、ドアノブや、スイッチやハンドルなどの人の触るところの消毒などが予防となる。洗っていない手で、目や鼻や口などの粘膜に触らないようにする必要がある。また、病人との接触は控えた方が良い。 航空機などではサーモグラフィーによる体表温度スクリーニングが行われているが、韓国でのマーズの例では、マーズ初期の発熱で38度以上の体温となることはそれほど多くなく、37.5度以上の体温上昇すらも起こらない場合のあることが確認されており、限界がある。家庭内でも密接接触による感染が起こり得るため、マスクをして2メートル以上距離を保つことが望ましい。 また、病人の排泄物からの感染に気をつける必要がある。フランスのマーズ院内感染の例でも、排泄物等を経由した感染の可能性が報告されている。感染者一人当たりの再生産数の平均を一人未満にしなければ流行は収束しないため、感染者に対する接触者追跡調査及び接触者の隔離が行われている。感染者に接触した可能性があり、 マーズ類似の症状が出た場合には、最寄りの保健所に電話相談する必要がある。なお、症状がなくとも、マーズに感染しているというケースも現れている。2015年6月、京都府立大学大学院教授の塚本康博らのグループが、マーズコロナウイルスに強く結合する抗体を、ダチョウの卵を使って、大量生成することに成功。共同で研究を進めている。 アメリカ陸軍感染症医学研究所が検証を進め2015年6月の段階で韓国、米国に配布、スプレー剤として大量生産を開始した。抗体によって覆われたウイルスは人の細胞に侵入できなくなり、感染予防に大きな効果があり、抗体を使ったスプレー剤はマスクやドアノブ、手などに噴射すれば感染予防になると考えられている。 診断には下軌道の検体を使うことが強く推奨されているほか、鼻咽頭と中咽頭の検体も使われており、その検体を使って PCR 検査が行われる。国立感染研究所ではランプ法も導入された。米国 CDC では、血清を使ったウイルス抗体検査も同時に行われている。治療法は確立していないため、対症療法となる。肺炎に対する抗炎症薬。 下痢による脱水に対する補水、急性呼吸、吸白症候群に対する人工呼吸、排血症性ショックに対する輸液及び、昇圧剤などが中心となる。また、二次感染の防止のために、抗生物質の投与が行われている。致死率の高さにサイトカインストームの関与が疑われている。動物実験において、リバビリンとインターフェロンアルファ2ビットの組み合わせが、 肺炎の発症を抑制するという報告がある。しかし、すでに急性呼吸急白症候群となっていたエジプトでの5人の重症患者では、これらの組み合わせの投与での治療に失敗している。また、HIV 薬のロッピナビルや回復期患者の結症、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体に効果がある可能性がある。風では2013年に、 マーズ治療の選択肢としての回復期結晶や高い中和抗体の使用を議論するための招集を行ったものの未だに臨床試験に基づくエビデンスは出ていない。フーのブラッドレガヤレイターズネットワークはマーズ治療のための結成、結晶の収集、使用の方針書を公開している。セリンプロテアゼ阻害剤のカモスタットが培養細胞レベルでコロナウイルスの活性化に使われる。 TMPRSS2 を阻害し、マーズコロナウイルスの細胞内への侵入を防ぐことが見つかっている。また、東京大学医科学研究所の研究によれば、培養細胞レベルでカモスタットよりもナファモスタットの方が阻害効果は高かった。なお、日本に備蓄されている抗 RNA ウイルス薬のファビピラビルはウイルス性肺炎の主要原因の一部である。 インフルエンザウイルスや RS ウイルスには対しては効果があるもののマーズコロナウイルスに対しては情報がないため効果は不明である。2012年9月60歳のサウジアラビア男性患者が急性肺炎を呼び腎不全により死亡した。オランダのエーラスムス医学センターが遺伝子解析を行い新型コロナウイルスと確定した。同年9月 サウジアラビアに滞在していた49歳のカタール人男性患者からもコロナウイルス遺伝子が検出された。EN2012 ミドルイーストレスピラトリーシンドロームカーナバイラスアウトブレイクも参照大規模感染の恐れについて世界保健機関も注意を呼びかけている。2015年5月4日、バーレーンに半月間滞在した68歳の韓国人男性が マーズに感染とは知らずに、大韓民国に帰国し、11日に発症、複数の病院で受診を行い、20日にマーズと確定し、韓国は中央貿易対策本部を設置した。他の病院では小規模な感染であったが、平沢聖母病院では大きな感染が起こり、韓国内で感染が広がった。 最初の感染者が入院した平沢聖母病院8階8104号室は一つの病室を二つに分割したために廃棄口が存在しなかった。当初、韓国防疫当局は密接接触者のみを監視対象としていたが、8階の滞在者に感染が広がってしまった。原因は不明だが、エアコンによるエアロゾル形態のウイルスの拡散が疑われている。 5月26日、蒸気感染者に接触し、隔離対象であるはずの家族が、アシアナ航空723便で、香港へと飛んだ。香港国際空港到着時に発熱があり席をしていたため、検疫官が、マーズ患者と接触したか、マーズ患者がいる病院に訪問したかどうかなどを尋ねたが、すべてを否定した。空港からバスで、砂等角を経由して、 関東昇進戦士と慶州市へと移動した。その後慶州市で隔離され、中国国内でも航空機やバスの同乗者を含めた接触者追跡調査及び隔離が始まっている。29日、感染が確認された。なお、感染者を乗せたアアナ航空機は28日まで消毒しないままフライトを行っており、27日には名古屋の中部国際空港、中国の大連、 調査でも発着している。6月2日の報道では、韓国で25人が感染していて、これは中東地域以外での最大感染者数であり、3時、感染者も出始めている。韓国では、臨時休業を行う学校が増え、6月4日には先校を超えた。感染者との接触の可能性がある人の自宅隔離が行われているが、自宅隔離を無視して、 ゴルフ場へ出かける人も現れており、韓国人の市民意識の低さが問題となっている。6月5日、韓国保健福祉部長官は、不安解消のために、大きな感染の起きた平沢聖母病院の名前を公開し、病院訪問者に対し相談窓口を設けた。同日、全羅北道受傷軍の村で自宅隔離を守らずに、平沢市から帰ってきて、 多くの村民と接した感染疑い患者が、マーズ陽性と確認され、その村全体が危険地域に指定され、出入りが禁じられ隔離されることとなった。なお、この患者と接触したとされ、受傷軍で自宅隔離を要求された医師夫婦は、6月6日韓国からフィリピンへ出国し、翌7日に帰国した。二人は保健当局から隔離の通知を受けたことさえなくて、メディアで、 初めて患者と接触したことを知ったと主張した。6月6日、軽機動、富川氏は、軽機動保健環境研究員の予備検査で、比較利対象者に、マーズ陽性反応が出たと発表し、韓国国立保健環境研究員で、疫学調査を行った。台湾では、ソウルを感染症警戒地域に指定し、住民に対し、現地医療機関への出入りの自粛を求めている。 ベトナムでは住民に対し感染地域への旅行の自粛を求めている。ロシア、UAE、香港、マカオも渡航自粛を勧告した。6月14日、不山広域市で初めての死者が出た。同日、隔離対象者の一人が12日に隔離室の扉を破壊し病院から逃げ出したことも明らかにした。この対象者は後、マーズ陽性と認定された。また、 この患者は潜伏期間内の6月5日から6月8日までに家族、友人9人と共にチェジュ島のソギッポで旅行したことも判明したため現地のホテル、観光地の職員や患者が利用した航空会社の社員に対して隔離措置を取らざるを得ない6月15日、韓国政府は日本人を含む外国人が隔離対象者に含まれていることを発表した6月20日、テグにおいて マーズ患者が発症後の6月13日に利用した公衆浴場の利用者の追跡調査が進んでいるが6月20日時点で監視カメラで確認された266人のうち103人の身元が判明していない6月22日隔離解除後に発症する患者が現れるので潜伏期間の設定に疑問を呈する意見も出てきたまた当日から韓国に入国した外国人は 自動的に韓国政府の支援を得る外来観光客対象マーズ保証保険の適用を受けることになった。その内容とは韓国に入国した外国人が20日以内にマーズ陽性反応が出れば500万ウォンの治療保証金、感染が確定してから20日以内に死亡すれば最大1億ウォンの保証金を受け取れるというものである。10月12日 韓国保健福祉省は感染後に陰性と判定された男性一人が再発したと公表した。韓国ではマーズの流行に便乗して消毒作用のない偽造消毒薬の流通が起きており、韓国警察が EC サイトで販売された偽造消毒薬の回収を行っている。なお、韓国政府はマーズ患者の周辺にいた感染可能性のある人物の追跡を諦め、 自己申告に頼ることを決定。これにより見かけ上、隔離対象者は減ったが、感染の経路や、実際の感染者数が不明確となっている。自由貿易自由貿易の問題も、参照。2015年韓国における、マーズの流行及び、こう、2015も参照。マーズは、日本では2015年より二類感染症となっているため、特定感染症指定医療機関。 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関でのみ受け入れ可能となっている。厚生労働省は二次感染を抑えるために原則としてマーズ患者の陰圧室への入院を求めている。韓国ではマーズ患者を伝染病隔離指定病院で受け入れたが、それは全部で17箇所105しか存在しなかった。2015年当時の韓国では、 陰圧室のない医療機関も、マーズ疑い患者の診療病院に指定された。また、当時の韓国では、レベル D の防護服を使用していたが、着脱のルールが守られておらず、防護服を着た看護師にも感染が起こった。防護服の数も足りていなかった。ありがとうございます。